ちなみにコンビニクロなんか色もある。コンビニクロに動画撮らんで言うんですよ。普通に今からコンビニ行けん。普通になんか YouTube の企画にならんかなと思って。出ないのコンビニクロ。いやなるんよ、俺がさせるんよ。お面白いから。お菓子何がいる。お菓子幸せバター。幸せバター、うん、あとは他は何もいらない。何でもいい。オッケー。ジュース。オッケー。パーサイドとかコーヒー牛乳。了解。あのお金ないけん貸して。行くなよコンビニ。いや普通お金ちょうだい。逆にお金貸して、あとで返すから。絶対返す。お金持ってないやつがどうやって返すの。だから返すから。明日頑張ってお舞台出て返すから。出世払いで。あ、出世払いで。よし。なんで1万円。なんで1万円も。あ、仕事ね。じゃあ1万円借ります。じゃあコンビニ行ってくるんで。ケビに行ってきます。ちょっとコンビニ行ってきます。よし、ムスキ行くか。え、幸せバターと飲み物なんかサイダーかコーヒー牛乳か買ってくればいいのね、うん、OK。 じゃあ行ってきます、はい、バイバイ。ということでコンビニ着いたんで。コンビニ着きました。早速買っていきたいと思います。あの1万円もらったんですけど、まあ、借りたんですけど、一応僕ら返す金もないんで、はい、これももらいました、はい、もう誰のものかわからないんでもらいました僕は。ね、そうです。でこれあの昨日1万円チャレンジ失敗したんで、あの失敗したんで2回も。なんでこれはもう成功です。ある意味成功しました。でこれあのキャビニーあの幸せバターとあのジュースって言ったんですけど、僕がもう全部使います。全部使います。みんなで全部使います、はい、お菓子とか全部買います。それじゃあ買い物していきます。はい、じゃあ買い物学へ。ウォーッ、はい、お菓子よし。絶対使わなさそうです、まずあるかな、まあ、しっとりチョコ。幸せバターある。幸せバターはないです。ああ、あった。それ全部買おう。全部。あ、2個かな。2個しかない。とりあえず2個買っといて、ね、まあ、片揚げ。辛いの食べたい、ちょっと。カラムーチョとかでいいんじゃない。グミとかチョコとか。ポッキーか。こっちなんかちょっと安そうなんで、こっち安そうなんであっち行きます。はい、カゴがもうすでにいっぱいってところです。デザート食いたいね。今食べたくないです。デザート食いたいね。とりあえずリンゴ全部あるだけ買います。リンゴ、お前リンゴいらん。お前いる。人のお金やから。手に持ったんだから買うんだよ。人のお金やから。人のお金はね。ちょっとジャッキー3つぐらい。3つもいる？いる。2ついいや。1個辛くするにしよう。これが辛いか。飲み物。あと飲み物。ジュースはないよね。だっても飛ばないよな。あの、今日コーヒー牛乳入れてて。コーヒー牛乳。でかいの、このでかいの。もったいない。シンプルに飲めるやつ。絶対ずっと落ちちゃったやろ。携帯ちっちゃすぎる。ないこれ。ラムネ。ラムネは捨てるのめんどくさい。何飲む？モンスター。でかい方、でかい方。でかい方。でかいの飲みきゃ。飲む。それ。じゃあでかい方じゃない。それ。で、ラスキー。買った。激ジルしまった。じゃあこれ持って。追加額変更。はい。どんどんいきます。あとなんかお前まあ、ちゃんとキャビニーのやつを買う優しさはあるんで、一応そこは褒めてほしいよね。絶対
食わないであろう。ゆで卵。あ、チーズ買ってきて。チーズ。あとアイスみたいな。アイスいいね。これもう言ったらほぼ全部無料だからね。そうだね、無料だよ。あ、いいの見つけた。一番くじ。え、でもこれ、これで余ったお金で一番くじしよう。え、今タクシー何倍やった？今870円。よし、値段やばいんじゃないですか、これ。値段やばいんじゃないですか、これ。値段すごい。ちょうどいい、全然高くない。7000円が一番くじやっちゃいますか。悪いことしてる。今、7400円なんで、1番くじ1回やりたいと思います。1番くじ、ワンピースのやつ1回お願いします。はい、1回でお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。挨拶大事ですよね。そうだね、はい。じゃあこれ1回8229円。もうこれで終わっていいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあお願いします。待って、キヤビ。あ、これでしょ。これ現金で。あ、現金でね。はい、お願いします。タオル。タオル一番使える。タオルね。タオル一個お願いします。これも一番使いますね、タオルは。じゃあこれキャビニーの1万円。口はこれじゃない。大丈夫。どうぞ。はい。行きます。はい。勝手に使います。押し込んで OK。 はい、はい、行きます。 OK。 お釣りとレシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。レシートこれです。はい、はい、ということで、はい、いっぱい買ったんで、なんかよくわかんないのもいっぱい買いました。はい、はい、絶対怒られる。絶対怒られる。絶対怒られる。お菓子食わないからね。そう、そうなんだよ。本当に絶対怒られる。絶対ね、これ絶対言われる。もうこれ覚悟で。はい、やったんで帰りたいと思います。まあ、いいです。じゃあまた、また後ほど。後ほど。怖え。はい、ということで今、ね、タクシー代が足りなそうだったんで途中で降りました。はい、途中下車、途中下車したんで、でもう着くんで、もう袋こんな感じです。これです。パンパンです。これです。で、余ったお釣りが、はい、31円です。これを私は何ちょっと1万円もらって、幸せバターとコーヒーで買ってきてって言って、まあ、もし俺らが1つずつ買ったとしても絶対8000円は余るよね。で、なんか小腹空いたから、なんかおにぎりみたいなやつを買ってきてって言われたのにもかかわらず買ってないです。はい、なんかもう死ぬ覚悟で行きます。はい、着きました。なんか落ちてる。なんか落ちてる。まあいいや。じゃあまた。はい。ということで。ネタバレ来た。はい。ネタバレで。いやいや。はい。レッツゴー。ゴー。イエス。とりあえずこいつ入場させます。怖いんで。行きます。行きます。怖すぎ。ケビニー、買ってきたよ。あ、いや、はい、後で遅れてくる。もうちょっとしたら多分帰ってくると思う。え、別に来た。いや、一緒やったけど、エレベーターで来るみたいな。俺だけ階段で来た。マジ？うん。なんでエレベーター？しゃべり、ただいま。しゃべり、ただいま。あの、頼まれた通り、お菓子1万円も買ってきた。食べに、お菓子、菓子とジュース1万円分買ってきた。で、これがお釣りです。はい、31円。31円です。はい、本当です。本当ですか。見てよ、お菓子と、あと1万くじも1回やっちゃった。で、
一番くじやったよね。やりました。ね、一番くじ。え、一番くじ。ワンピース。俺好きだからさ、ワンピース。ゴムゴムのピストルを出す。え、僕さ、いくら100円かかるよ、一回。いくらする、使えない。そうだよ。キャビにお願いしたもん。俺。なし。幸せなもんじゃん。でもお前らなんか買っていいみたいな言ってなかったっけ。どれだけめっちゃだけですよ。え、普通に食べたいの集めていったらこんだけあった。やし、やっぱ YouTuber って言ったらやっぱ一番いい企画じゃないですか。さすが YouTuber、 YouTube ドリームを掴んでいこうぜ兄貴兄貴言い返せねえだろ。 YouTube ドリームだよこれが。ええ、はい、ドカーン。で、やっぱ若カオロナミシー好きじゃないですか。それはこんな9900円。だから10円も使います。鼓とライオが気使ってオロナミシーもめっちゃ買ってます。オロナミシー10個ぐらい買って、はい、また聞いてみよう。え、中身見よう。中身見よう。一回中身見よう。はい、ついてここの中身。はい、じゃあ、はい、中身紹介したいと思います。中身紹介したいと思います。座りして、座り。これ膨らめしっとりチョコ。さてさて、はい、次ど、はい、時間ないからどんどん行こう。はい、肩上げ。はい、幸せバターね。これ幸せバターやん。じゃがりこが1、2、たらこバター、4、5、6。じゃがりこ好きじゃん。俺が好きやから。カラムチョね、辛いのが食べたいって言ってた。皮むきリンゴ。それはなんか夏希が食べたいって言って3つも買った。来ると絶対いらないんだよって言って、で来る途中に1個食べてまずって言って人のお金で気をつかってるんじゃん。そう、まあ、まず1袋の終わりね。はい、しっとりチョコ。さっきの2個買った、俺が好きだから。で、1番くじで、F 賞、タオルじゃがりこ。そう、まあ、チョコチップクッキーでしょ。これ俺のだから触らないで。え、これも俺のだから触らないで。うん、1、これは2、俺らからの誕生日プレゼント。3、うん、下の金で誕生日プレゼントもあれでね。10個もないか。6個かな。チータラ。あとやっぱこれ僕のなんでちょっと返しもらっていいか。これは僕の大事な、ね、で、2袋目終わりね。次、3袋目。あ、これ僕の。うん、これうまそう、これうまそう、これうまそう。あ、これ僕の。やべ、ちょっと怒っちゃう、ちょっと怒っちゃう。あ、これ僕の。あ、それは B。あ、B じゃん。うん、ビーフジャッキー、ビーフジャッキー。一個は。ポッキーは。ポッキー。ラストは辛いかっつって。よし。ちょっと待って、レシート一応渡すんで。俺ら用事あるんでちょっと。はい、帰ります。用事あるんで帰ります。ちょっと僕は明日の結構するんで。ちょっと用事ある。あ、タクシー代で1760円。あ、ちょっと俺たち用事あるんで帰ります。帰ります。すいません、おやすみなさい。おやすみなさい。キャビア兄さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。明日もお願いします。え、ないよ。ないよ。31円。31円。バジだ。え、お前ら、え、タクシー代全部込み込みで。じ
31円です。先生、俺こんなんいらんし、好きやなお菓子ばっかりやし。31円です。いや普通に俺らの優しさ踏みにじられるのはちょっと違くない？うん、ね、ちょっとそれおかしいわ。結構考えて買ったんですよ、これ俺ら時間かかって。じゃがりこの山だよ。誰これ買ったの？じゃがりこ、じゃがりこ買ったのは多分夏木。おい、皮むきりんごも夏木。何がすか？いや、俺らゴーって言ったらすぐ行くから。俺らマジで用事あるんで、あの稽古、明日の稽古するんで。え、明日の稽古するんで。僕は明日の稽古あるんで、ほんと。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。やばい、ガチか俺。はい、はい、成功かな。成功じゃないですか。でも意外と切れてこなかったね。うん、だから切れさせようと思います。はい、今から行ってもう全部お菓子盗んで逃げたいと思います。誰かの部屋に逃げます。最低。ね、ずっと。